続いてはおうちマニアのコーナー、あっと驚く夢の住まいを覗き見しましょう。いつかは欲しいマイホーム、人生最大の買い物であり夢でもあります。実は私、三度のお飯より住宅情報が大好きなんです。本当かいな。この家に住んだら楽しいだろうなって考えちゃうんですよね。岡崎和久、自称おうちマニア。家で料理をするのが趣味です。飽きることなくおうちの最新情報を求め続けています。そんな私が最新のマイホーム探しの事情やより豊かな暮らしのアイデアを学ぶコーナー、岡崎和久のおうちマニア。住まい探しのプロ、スーモ副編集長の佐々木さんと一緒に、これまで戸建て住宅の間取りやマンションの最新事情を見てきました。さて今回は、今回のテーマは自分の趣味を満喫する夢の注文住宅です、はあ、夢のと、はい、そして趣味に特化してるわけですね。そうなんです、はい、今日はこちらのお宅です。あ、こちらのお宅、はい、もう中入るともうあっと驚くスペシャルルームあります。でも私おうちマニアとしてやってまして、はい、いろんな家見てきたんで、はい、私も驚きます。絶対驚きます。絶対驚く絶対驚く。これは楽しみになってきました。楽しみにしてください。じゃあ行きましょう。はい、分かりました。行きましょう。はい、お邪魔したのは札幌市の山本さんのお宅、はい、3階建てのこの家にどんな秘密が隠されているのでしょうか。まずは玄関からです。清潔感のある玄関ですが、ここの特徴は何でしょうか。はい、ここはですね、まずは、まあ、シューズクロークがもうずらっとたくさんあるというのが一つ特徴ですね。あ、確かに広いスペースあります、はい、で、うんうん、お住まいの方、はい、野球選手のユニフォームありますんで、はい、野球が趣味、ここですか。ちょっとですね、これも一つなんですけれども、はい、ちょっと違うんですよ今回は。ここも玄関から入ってきてすぐ手洗うところがありますね。はい、ちょっと汚れて、お子さんが手汚れた時なんかにもいいですね、うん、そうですね、コロナ禍ですし結構流行ってる間取りですね。こちらですね、はい、あら、洗濯機もありますし、あ、こちらがバスルーム、はい、あー、清潔感って本当にここも素敵ですね。そうですね、いやでも生活動線しっかり考えられていて、はい、素敵な1階ですね。そうですね、ただもうこのお家はですね、うん、なんといっても2階が魅力ですので行ってみましょう。2階です。そこに趣味が、はい、さあここからなんです。はい、注目は、ではここがリビングになります。わー、2階ですか。はい、素敵ですね、この空間。22畳の広さを誇る快適なリビングです。大きな窓から光を取り入れることで明るさも十分に確保されています。でこれだけでも贅沢さを感じますが、ここからすごい部屋見つけました。わかりましたよ。気づきました。ここですか。ここです。ちょっと待ってください、リゾートホテルって人生で数えるほどしか行ったことないんですけれどもまさに、はい、リゾートホテルが再現されたような、そんな空間ですね。いいですよ、ここバカンステラスと呼んでるんですけども。バカンステラスは北海道の住宅メーカーフェザーホームが提案する選べるお部屋の一つ。お風呂に入ってそのままくつろげるように床やソファ、濡れてもいい防水加工が施されているんですよ。で自宅にいながら贅沢なリゾートホテルのような気分を満喫できる、これは全てもこう防水加工されている。この座っても、ここに座っても大丈夫、濡れたまま座っても座っても大丈夫なんです。スペシャルルームです。いや驚きました。趣味というのはリゾートホテルに泊まるような感覚を味わいたいということだったんですね。岡崎さん、は、驚くのまだ早いです。まだ早い。そうなんです、もう十分驚きましたここにですね、秘密の部屋があるんですよ。何ですか、秘密の部屋。はい、あれシャワールームじゃな、お、あら、どうぞ。これは全道のサウナーの皆さんが羨む。わ、暑い、温度がもう90度以上ありますね。家にあるの。サウナルームです。サウナルーム、はい、うわー、これは水蒸気で、あー、ここで
1、サウナーってできるわけですよ。服脱ぎなさいよもう。これたまらないですね。たまらないですね。脱ぎたいです。そうだね、脱ぎたくなりました。びっしょりでしょ。水蒸気で体感温度を上げるロウリュを楽しめるサウナが自宅にあるんです。大人4人が楽しめるスペース。岡崎さん、その後どうします？サウナ入ったら。そしたら当然汗だらだら流しながら、はい、やっぱりあちらのシャワーを浴びて、そうそう、いい、ね、で水風呂ってことになりますね。そうです。これ水風呂、そしてガウンでも着てここに座れば、どちらでも大丈夫です。整うと。整いました。全て整いました。話もサウナ今もうすごくプライベートサウナといって、個人だったりとか仲いい人と入るサウナってとっても流行ってますよね。なんでこういった間取りもとっても流行ってます。でサウナとお風呂だけではありません。このテーブルなんですが、バーベキューコンロがついていて、食事を楽しむことができる。でこれで終わりと思いきや、さらにここには大きなプロジェクターもついている。あ、映ってるのはドサンコワイド。気を使っていただいてありがとうございます。野球観戦とかサッカー観戦をしながらお酒も楽しめちゃうんですね。そうですよ、もう友達も呼んでみんなでできちゃいます。自分自身が整うだけじゃなく、すべての設備も整ってるんだ、ここは。そうなんですよ、もう本当に趣味を満喫できる夢の空間なんですよ。いや、これ夢です。夢です。夢を叶えたこの家の主、山本さん。テレビに映るのは恥ずかしいとのことで後ろ姿なんですが、お話を聞かせてくださいました。ありがとうございます。まあ、前からサウナが好きで、庭にサウナテントを建てようと思ってたんですよね。た時にサウナ住宅を手掛けているハウスメーカーさんに出会って、ここを見て、あ、こういうのありなんだな、あっていいんだなっていうのを感じまして、まあ、衝撃を受けましたね。はい、野球観戦が好きなので、ちょっとプロジェクターもついてますし、サウナに入りながらビールでも飲みながら、体を整えて野球を観戦したいなと思ってます。山本さんは注文住宅のモデルハウスを見て理想のお家を手に入れました。自分でゼロからこういうアイディアを得るのって結構難しいと思うんですね、はい、なんで工務店さんとかハウスメーカーさんがそういった提案を至るモデルハウスでされてますので、まずそういうところに行ってアイディアをもらうというのはちょっといいと思います。これできないかもなじゃなくて、できるかもなっていうふうに、うん、今日なんかもう私変わりました。注文住宅ってすごいんだなって。すごいんですよ。いかがでしたか。いやだからまあサウナブームってこともあって、そのお家にサウナが欲しいとか、こういうリゾートホテルみたいな雰囲気にしたいっていうのが実現できるようになったってことなんですね。夢が叶う形があるんですね。あ、いや自宅にサウナだってね、普通サウナ行ったらもうおっさんたちがね、もうみんなひな壇に座ってもうね大相撲見るみたいなねとかあるじゃないですか。自分たちだけの空間なんですね。そうなんです、ね、お二人のコメントも整いましたんで、はい、早速今回ご紹介した注文住宅しっかりご紹介しましょう。スーモ注文住宅北海道で建てる最新の情報を紹介してくれるほか、ホームページでも好みに合った注文住宅を建ててくれる建築会社が探すことができます。興味のある方はぜひ調べてみてください。じゃあこれからまたハウス岡崎にね、はい、取材したいと思います。おうちマニアとしていきますよ。